バボーです、まあ、ちょうどこっちに顔を向けてくれています。普段おとなしいですか？そうですね、あのバボーにいる時とか、まあ、こういうオフの時間帯はとにかく無駄なそういう高ぶりとかもなく、うん、いつもこう平常心とか冷静ですしね、うん、なんか安定してますよね、メンタルが。なんかすごい助かりますよね、あのこれだけの三冠馬で名馬でやっぱり毎日牧場にいるって結構緊張なわけですよ。あの本来この価値がある例えばものだとしたら、やっぱりがんじがらめにして鍵かけて誰の手にも触れないように壊さないようにって思うんですけど、やっぱ馬は馬でなきゃいけないので外で遊んでもらわなきゃいけないし、走り回ってもらわなきゃいけないし、物も食べてもらわなきゃいけないんですし、そうするとやっぱりリスクっていっぱいあるじゃないですか。怪我のリスクとかちょっとしたまあ虫に追っかけられたりとかもありますし、ちょっと突発的ななんか物音とかに反応して驚いたりして取り乱すことも、まあ、馬ってやっぱりそういう草食動物で本来危険から逃げようとする動物なので、ですからそういう馬がどんな反応するかによって、例えばその反動でどっかにぶつけたとか、牧柵に例えば、うん、あのわーっとテンションが上がって周り見えなくなって牧柵にぶつかりましたとかっていうこともありえなくはないの でそういう心配ってやっぱりどうしてもあるんですけど、この馬はそういうなんていうか突発的にこう取り乱したりとかそういうのが全くないので、だからなんかそこはすごく安心しましたよね。これが普段から落ち着きづらくて餌も安定的に食べてくれないとか、ちょっと天候とか風が強い日にすぐ走り回っちゃうとか、落ち着かなくて馬房でぐるぐる回ってしまうとか、そういう馬だったらやっぱり緊張しますからね、まあ、普段からこうやって落ち着き払っておとなしくあのしていてくれるっていうのはすごく助かってますよね。なんかあのやっぱりプレッシャーなので、我々毎日コントレイルが自分たちの牧場で毎日息をして生きているってすごいものをやっぱりお預かりしている感覚なので、こういう種牡馬ってやっぱり業界の共有財産っていうか、それはどの種牡馬もそうですからね、はい、なのでその中でも特にこう三冠馬で人気もあるというのは重々肌で感じていて承知してますので、やっぱり結構緊張ですね。毎日コントレイルが放牧地にいるんだ、馬房にいるんだと思うと、やっぱり何かあったらどうしようっていうのは思っちゃいますからね。これ何キロくらい増えました？今530キロちょっと超えてるぐらいだと思うので、でかくなるんだな、はい、何キロですかね、結構増えてますよね。あでさらにまた繁殖前までに増やすも感じですか？いや増やしたりは、うちは基本的に動きやすいバランスを保ちたいっていうのがあるので、まあ、増えればいいっていうわけではなく、うんまあ、適切なコンディションで適切なバランスで筋肉がついたり、まあ、その筋肉も贅肉なのか、あの変に脂肪を乗せないようにとか、まあ、質のいい体をキープしてそれが何キロかっていうだけなので、まあ、変に意図的に増やそうとか減らそうっていうことはしないですね。あくまでもコンディションがいい状態と思われる時に何キロかっていうだけですね。